上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。役立たずの人間なのに言うか。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で道を切り開くのみ。倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあ逃げるなら今のうちじゃ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。腰をへっしゃしろ。精一杯やっておる。死ね。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。
戦だと聞いておったのに。雨の中、ババアどもを斬ることは戦ではない。ここを見張ることこそ肝心じゃ。つまらぬ役目よ。人殺し、犬畜生め。お前など殺める価値もないと言ったが、人思いにやってやってもよいぞ。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。
のひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。身を落とせ、身を切りにせ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。刻んで。おめえみてえな小僧は相手に出ないし。刀もろくに握れねえじゃねえか。命乞いするなら今のうちじゃ。一人だけだ。女をすぐさま放せ。何もかも取られた。何もかも。やめてくれ。頼む。人様の怒りのようじゃ。立て直せ。二度と。あそこだ。あっちだ。人殺しのもみ。先祖に川上にまだ誰かおるぞ。急なものどもめ、急な野郎どもめ、早く早く桶を持ってこい。あいつらまだいるのか。どこへ行ったんだ。
れ。気を抜くでない。ここまでだ。
お助けくだされ。なんでみんな殺しちまわねえんだ？さだため様はまずもてあそぶのがお好きなのはおめえもよく知ってるだろう。負けんな。どい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったか。みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。その手喉をかしねえ。おろきねが今だ。お前の苦しみはわしの喜びじゃ。
己のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできまい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。もうやめとくれ。そう遠くまでは行けない。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。叩き殺してやる。運べ。侍は皆上川村へ向かった。わしらの計った通り。奴らが戻ったならば
帰りしちには無しかないの。静かに動きなされ。承知いたした。そなたは誠に無事か。わしは見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。命乞いするなら今のうちだ。逃げるがいい。お勘定者。わめくんじゃねえ。おい、助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを請うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。剣先からでも暗図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早う行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。負け犬が。うわっ、出しておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。さが悲壮、落ち着け。もう大丈夫だ。
先へ行かねばならぬ。さあ、まだ撃たれてしまう。ちょっと、恐れながら進め。止めろ。目を狙え。手を止めろ。けたとえ死と隣り合わせであろうと。叩き潰すか。世のね、愚か者が。捕らえた。まさき、幾日か骨休めして出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえと、お上の軍勢が押し寄せてきし、命の領海喉をかっけえ。おらぬ。女房は、うちの女房はどこへ。拙者がそなたを見つけられるなら、他の者にも容易に見つかるということぞ。ひろき殿、ここは危のうござる。逃げなされ、どこへでもいい。だが、みんなおらんようになってしもうた。カギさんも、子供も、わしの弟までも。みな、そなたが生きる姿を見ておるぞ。わしには行くとこもねえし、行く通りもねえ。ここに残るは死のみ。行きなされ。また一からやり直せばよい。どうかの。わしは一人では何もできん。あなた様もすぐ分かるようになろう。まだまだこれからじゃ。あんたたち、まだあいつらはあっちへ行きな。あんたらお兄は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。なんてこった。待たれよ。拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どうか言っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。勘弁してくだされ。
せいや。逃げるかい、奥部山な。拙者が勝ち戦を欲したためにこの卑怯者どもは抗う者にも出くわさずやすやすと。次よ、命だけは。なんでだ。わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできるわ。これで最後だ。ほやる。
内藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさめ。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。ヒロキ殿、お戻りか。傷が。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえの、さらなる恐れを煽るがための所業。百姓は何も持ってねえ。チリも積もれば手厚い。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息の上げておる。武器を持っておる。
役立たずのクズ野郎が。どうかな、ま、首を落とせ。今のうちじゃ。生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。調和を乱したお前など取るに足らぬ。愛子。